誰も倒せてないってことはやばいんちゃう。ごめんみんな、コメントちょっと待ってな、コメント読むから。え、せつなのヘアアレンジ明日からやな。今日はまだメイクしてないわ。あ、自分でメイクはしたけど、せつなメイクはしてない。いや、せつなメイクどうしようかね、マジで。狙った獲物は逃がさない。どこや敵、敵がどこにおるか分からへんねんな、マジで。やられるやられる、えどこ敵、おったおった。うーん、やられる、なんでなんで。小屋エリアおめでとう。あ、その発想はなかったけどありがとう。確かにな、このご時世的にこの稽古無事終わるっていうこともそうだし。おー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 、おったんかおったんかい。ねえ、確かにお疲れ様でした。あ、もしかして小屋入りお疲れ様でしたとおめでとうごじった感じ。いや、でもおめでとうじゃない。まああとは初日をね、無事迎えれたらいいよねって感じやな。あ、やばい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 、一回逃げる、一回逃げる、一回逃げも大事やから。一回逃げよう。ちょっと待ってな、コメント読むから。どこや敵。え、あ、声がでかい、わかりました、気をつけます気をつけます。え、ちょ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 、私今方向感覚、はい、カモンだって、カモン呼ばれちゃったよ。ついでに背後にご注意を。こんばんは。でも怖いよね、朝体調悪くなるとか、そういうのあったらマジ勘弁って感じ。やだやだ、やられる、いやいやだよ、無理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 。待って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 、みんな落ち着こう、みんな落ち着こう、落ち着いて落ち着いて、はい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 。あ、待って待って待って、ごめんごめんごめん、助けになりたい、助けになりたい、奪う奪う奪う、待って待って待って、ちょちょちょ、おい、え、なになに、チコッチコッチ、なに、なに、今何が起きた。勝った、勝ちました、合格ラインに行きましたので。今日目でかいな、日付変わる前に配信してるよ。確かに確かに確かに、そうだね。じゃあね、明日な、朝早いねん、朝早いんすよ。まあみんなが言う朝とはちょっと違うかもしれないけど、プリンセスって綴り分からへん。え、12月になるってこと、うわ無理無理、そんなん嫌や。で、あっという間に声入りしたから、もうあっという間にもう本番ですよ。今日はついでに後方にもご注意を。プリン、あ、 CESS、 ありがとう教えてくれて。
惜しいですね。あっという間の出来事。ちょっと歌の練習したいねんけど。時は過ぎても変わらずに一人残して冷たく凍る変わらずに。挟み撃ちはきつい。2022年な、確かに最近やんな。確かに配信始めて間もなく1年ということですか。すごくない？ほぼ毎日やってんねんで。しかもできてない日、それのそのうちの大体が寝落ちっていうのがマジで草生える。あっぷね、あっぷね。一人残して冷たく凍る。あーそうだ、今日はね歌の練習もしたりね、いろいろですよ。待って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 変わらずに。ドゥ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 、はい、後方にご注意をって言ってるでしょずっとね。で、後方から狙うやつマジで嫌なあなあ。今日なみんな聞いて、ウォータープルーフのさまつげしてんねん。やばいやばい、カウントリードされる、カウントリードされる。やばいやばいやばい、あかん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 、やばい、間に合わん。あー間に合わなかった、うん、あ何色？黒です。どう？ごめん顔怖いな。朝から、朝何時にメイクした？私え全然わかんねんけど。なんで売ってるやん私。山ちゃんかわいい、ありがとう。そう防水。ついでに後方にご注意を。ごめん、もう少しで勝てる。あーなんで、なんで、ちょっとちょっと頼むよ。え、ゲームで塗ってる色？あ、そういうこと？あ、濃いピンク塗ってます。濃いピンク。え、マイクの近くで全然叫んでないですよ。後方にご注意をつってるでしょずっと。いけるいける、絶対勝てるよこれ。ワンチャンあるから。全然、え、なんで、悔しい。マジな目してる。そマジやね、マジで来た。しかし五十嵐千夏のセリフ覚えなあかんな、マジで。あと8秒やろ、いけるやろこれ。え、なんで、終わった。はい、もうもう負け確、負け確。はい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 、解散解散はーい、ありがとう。最近スプラトゥーンやってる？やってないやろ。もうそう、このま、もうね、私風呂入ってん、風呂入ってんけどメイク落としてないね。負け取れないかい。でも10人倒したからそこは褒めてもらっていい？テカ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 テ、あのさ、
え、昨日デパコス行った話してたっけ？昨日デパコス行ってさ、あ、1ヶ月スプラしてない。私もしてなかった、1ヶ月してなかった。あの、そう、昨日デパコス行って、デパコスってデパートのコスメフロア行って、で、とあるファンデーション気になってたから行って、で、試供品、違う、そこで色試して、あ、いい感じと思って、で、この色の試供品はないんですけど、別のもう一個暗いトーンの方の、あの試供品以上渡ししておきますねって言われて、あ、ありがとうございますっつってさ、で、今朝つけて、そしたらな、うおお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 お、美容部員のおるとかね、そう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 、昨日その色な、合わせてもらったやつよりも色があってさ、めっちゃおもろくない？そこでさ、合わせてもらって、そこで買ってたら多分後悔してたと思う。お、まさくん、レインボースター、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。お、山ちゃんもレインボースターありがとう。お仕事帰り、なんとか最終電車に乗れた。え、そんな遅い時間に？大変やな。お疲れ様です。お疲れ。おい、お痛いよ。なんかスプラローラーでさ、やられるとさ、なんかすごい痛い感じがするよね。私まで痛くなる。山ちゃん、花束ありがとう。愛を込めて花束を、大げさだけど受け取って、理由なんて聞かないでよね、今だけ全て忘れてくのね、ねリッター使える系に分かる。どんなにやってもできないもんな、あれ。え、そうそう、 で結局その時は買わんかってんの。元からネットで買うつもりでいたから。ちょっとインクインクインク、あーで、今日もう一個気になってるお店デパコスあってさ、おーおー、やられるやられる。そうでね、今日行ったの。やっぱダントツでそこの方が良かったな。なんか完全に好みだけど、痛い、スプラローラーでやらないでよ、痛い。ネットだとなんか今の季節かだけなのかわかんないけど、ちょっと特典ついてくるみたいな。お、やってしまった、やってしまった。いやー、行くかない。お、山ちゃん、紫のペンライトありがとうございます。そう、そんなこんなで結構いい検討つきましたね。クッションファンデな、どうなんやろうって思いながらクッションファンデおすすめされた。いた。もしかして阪急百貨店を見る。あ、今日はね、はロボットボムでやらんと思うな。おもんな。いや、そうそう、で、なんなんだっけ、目が怖いで、ごめんごめん、真剣になりすぎた。
くしゃみしそう。スプラトゥーンとくしゃみは合わへんよ。ちょっと無理無理。しゃあねえな。私が今ここでやられてなかったら、すいません。今のモチブキって何ですか。いや、安定のあれですね。クラブラ、クラブラ。おーおー、やられてる。もう負けやん。負け確じゃね。あ、いける。ワンチャンある。ワンチャン、ワンチャンないわ。ワンチャンある。あクラブラです。スプラトゥーン3はスプラローラー使ってます。それしか使えないんですよ、私下手だから。そうそう。でだから今日は阪急百貨梅田店は行ってない。今日はあれですよ、近鉄。近鉄、近鉄百貨店。なんでかっていうと、大阪じゃない、違う、今明日、明後日か、もう明日か、日付変わって明日からの舞台が、あの天王寺のアベノハルカス近鉄百貨店なので、そうなんです。だからで、私今日さ、そうだ、私何しに、そうだそうだそうだ、今日美容院行ったの。そうそうそうだ、だからだ。すっごい今のでやられてないって奇跡だよこれ。なかった。そう、近鉄百貨店の、まあ、場所を言うとあれですね、イヴ・サンローラン行った。おしゃれだよね。でなんか久しぶりに行ったら、久しぶりに行ったっていうか初めて行ったんだけどお、嘘つき初めてじゃなかった。違う久しぶりでもない。違うチャーネンって聞いて。だからあのメイクさん、 NMB のメイクさんってやっぱちゃんとね、デパコスとか持ってたりするね。だからよく自分じゃなかなか用買わんかったからさ、メイク道具で。メイクさんのを借りてて、なんかあいいなみたいな記憶があって、めっちゃ記憶があって、今使ってるのはエスティローダーだったり、ローラー潰そう、あー潰そうと思って潰された、おもんな。そう、今エスティローダー使ってるんだけど、違うのも使ってみたいなと思って、イヴ・サンローランいいなっていう記憶があったから、単射程のシャープマー使ってるからクラブラ怖い。クラブラうざいよな、わかんねんで。クラブラうざいねんけど、なんか YouTube でクラブラ使ってる人がおって、あこれ良くねってなってやってる。それでそんなこんなでイヴ・サンローランですよ。買おうかなって検討してる今。シャープマーカー使う人多いけどさ、
むずくないあれ。そう、 YSL。 で、ちょっと話ナイス、よし、カウントリードしました。はい、勝ち、勝ち見えてます。勝ち、あ、これ勝ったわ。逆にこれで負けるのがありえない。デパコスといえど、私なんか、なんつったら水っぽいのがあんま好きじゃなくて、だからクッションファンでもあんま好みではないんだよね。今の倒され方うざいやろな。デパコじゃねえクラブラ。よし、勝った、勝った、勝った。そうそうそう、でパッケージ変わりましたって言ったら、あ、変わりましたって言われて、でな、それの方を買おうと思ってて、私それやのにさ、違う方を勧められてたからさ、結局そっちのも試されへんかって何のために行ったんやろ、マジで笑けるわ。でもね、あとね、気になるのはね、ルミコとかRMK ね、とか、え、シャネルも行ってみたいけど、シャネルはちょっと、シャネルとディオールはなんか日和る、怖い、めっちゃ怖い、なんかイメージ、あんま行きたくないね。ママがおったら行けるか。クニアンのファンレベルが上がりました。あ、これね、お団子してるのはね、あれです、今日髪染めたんで、やられた、そう、そう、なんか髪を洗ってないですね。髪洗ってないって聞くとすごいなんか汚いけど、しゃあない。お、相手回線落ちしたぞ。こっちの有利じゃ、有利じゃ。はい、もう勝ちです、これは。あ、クリニックはお肌にきつい、だって。え、分からへん、私クリニック、え、でもクリニックいいって聞くよな。え、なんでクリニックの聞いたことあるけど行ったことない。今こそヤグラに乗る時だ。可愛い子と一緒に入ったらその子の連れですみたいな顔入れるのにいいと思ってる。確かに友達入れていくのもなんか緊張するね。はい、
万札をいっぱい握りしめてシャネルに突撃めっちゃおもろい。じわるねんけど、それふざけてるやん完全に。やられたー。あなたにこのブランド使いこなせるのって思われてさ、それな、わかる。なんかちょっとな、そのお店のね店員さんってなんかやっぱちょっと若干のなんか品があるというかね。カードで買わないのか。確かにカードで買えばいいのか。前線行っちゃおう。前線行ってビビり散らかそう。前線に来たらさ、ちょっと焦るよな。あ、やられた。あの子ら休憩時間すごいねんで。え、どうすごい？こういうこと？やってらんねーみたいな。私結構そういうイメージ持っちゃってんねんな。ああ。友達と行くと変な対抗意識出ない出ない。そんな友達いない。あ、なんかそういうなんかプライド張るような友達はいない。そうそう、タバコも。え、あんな、わかるわ、それは。そうだと思うよ。もうだってパフォーマンスだもんね、もう働いてるのも、もう分かってんのよ、そんなこと。それでもいい、それでもいいの。あーってインスタ見てそう。だってあれさ、絶対働く時間長いやん。7時間8時間、しかも朝何時？なんなんやろ。なんか大変そう。とりあえず。だからさ、私はさ、タバコしたら匂いするけど、いやでもデパートのデパコスはあれやん、すごいさ買ったや、今日は、うん、今これ今2連3連ぐらいで買ってるから、この辺にしとこ。ほら香水の匂いすごいじゃん。だから大丈夫なんじゃない。ワイン飲んでます。あのガムシロップ入れたらな、いい感じになってん。あの苦手な、てかもう苦手なあの味さえもなんか癖になってきたから、やっぱやばいね。私ワイン野郎。いや、そうだからさ、私もさ、やっぱほら人生経験としてバイトはさ、したことあるねんやんか。辞めてからな、年齢辞めてから。まあ大体バイトって言ってさ、もうあれじゃない、接客業が多い。うん、私の場合は飲食とゲーセンか。そうそうそう、みんな声でな。タバコの匂いってすぐ、うん、分かってもいいんだよ。大変なんやなって思える。
に悪いとは思わんよ。うん、タバコの匂い、うん、あんま、え、でも私はなんか結構な当てれるね、タバコ吸ってそうやなっていう人吸ってたり、あとふとした瞬間に「あれ？タバコ吸ってる？」みたいなしたら本当に吸ってるみたいな、結構ね私そういうの分かる。いやほら、だから香水とか好きじゃん、だから多分鼻敏感なんだと思う、めっちゃ結構。吸わなしそうなタイプの人が吸ってるとドキドキしちゃう。そういう人に出会ってないな出会ってない、ちゃんとなんか想像通りの人にしか会ってない。けどさ、え、みんなバイト したことある？なんかさバイトしてるってさ、なんか私の場合はおもろいエピソードがガンガン出てくんねやんかなんかだし、あと普通にイライラもするしなんかなんだこいつみたいな人もいるじゃないですか。なんかもうちょっと言い方悪くないみたいな。ごめんね、握手会の時タバコ臭かったってめっちゃおもろいやん。今さら聞いてくんの、こうショールームで聞いてくんのおもろケンチンさんが100回目の訪問、あ、ありがとうございます。見て、これ治りそう、治りかけ、本番には治りそう。けんちん汁食べたいな、あったかいお味噌汁飲みたい。タバコの匂いは髪の毛や服にしっかり執着するねんで。知ってる、めっちゃ知ってる。コカ・コーラを5年やってた、え、どういうこと？コカ・コーラでバイト？ん？どういうこと、どういうこと？コカ・コーラで働いてんの？企業？ん？ん？時給でバイト、うん、してたよ。え、でもなんか絶対なんかやった方がいいと思うねんな、私は。なんかさ、なんていうの、マジ月が変わって12月よ、12、そう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 。なんかアイドル、その組織から離れて、その今の活動を始めるまで、まあ言うたらその組織の中の人たちと、だ、同業者っていうのなんか言い方がどんどん堅苦しくなってくるけど、みんな同じ活動をしてる人と、まあ、あと大学生のでも友達ももう3人ぐらいしかおらんかったから、人間関係がどうとかあんまなくて、でもその一歩外を出ると、学生から、まあ、そこで働いてる社員の人から、で、ほんといろんな表に出てエンターテインメントの世界で生きてない人たちと関わると、まあそれはそれでまた、面白さもあるし、来るお客さんのね違いもすごいし、なんかすごい違うくない、なんかわ、この態度されたら嫌やなとか、あとこういう風にしてもらえたら嬉しいなとか、
自分が接客するというより相手からの情報のでなんかの方がすごい大きい気がする。エンタメの世界じゃない人でもおもろい人おいで、そうそう、だからエンタメの世界で人前ではーいって出る人じゃなくてっていうこと、うん、お客さんの層が違う、そう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 、もうでも活動してるものがちゃうからさ、なあ、気楽な立場でいろんな人と関われるのはバイトのうちだけ、確かにな、確かに、こんばんは、セミお届けです、あ、マッキーさんありがとうございます、ありがとう。そうだから、やってて面白いなと思う、嫌やけどな、めんどくさいけどな、だってさ何時間 ?4、5時間ずっと立ってさ、料理運んだり片付けたりさ、めっちゃ疲れるやん、シンプルにマジで疲れるし、ゲーセンで働いてた時とかなんかずっとさ歩き回ってさ直したりとかアドバイスしたりとか、もうめっちゃさもうしんどいねん、正直言って。まあでもまあまあお金もらえるしいっかみたいなだし時間潰しみたいな、家にいたらさだらだらしがちやから、それやったらもう強制的にみたいなところは、まあ、その卒業した後は結構あって、いやでもほんともう愚痴になるけどさ、めっちゃ気分屋の社員の人いるときついきついマジで、今日機嫌悪いわみたいな、でその言い方なくないみたいなとか結構あるんだよね。なんかでもここ最近で、私ここ最近じゃないわ、そのいや今までやっててなんかおかしかったのは、だから年下の人で、でなんかなんかな、それはゲーセンの時のやんけど、なんかいつもなんか気に障る言い方してくね、だからはいって言うけど目も多分なんだ言い方あるだろうかいつも小声で言って本当に機嫌の良し悪しを表に出しちゃう人は苦手。そうそうそう、ダメだよ、だってその上にいるトップの人のさの空気でさ雰囲気変わるわけじゃん。こんばんは気分や振動って、いや分かるよ、気分によってねいろいろあんのは分かるよ、分かるけどさ、でもそれをさ私にねえなんか押し付けられても知らねえしみたいな、でだからそれはもう業務が全部終わった後はもうその人はこうですよはーっつって、でなんかもう私はその当時あもう機嫌悪い、なんか何回かそう点々としてて、そうそうそう、一つの方はマジもう本当にネクラみたいな、本当になんかあんまり人と関わらんようにしてて、うん、社員の人にもおはようございますみたいな元気な感じで行かない、うん、もう地味に地味にもう終わったらすぐお疲れ様でしたって帰るようなな、バイト A な、バイト B がそのバイトの今日のそのバイトのを明るくさせる人にのポジションになるっていう役割を果たしてた時期があって、とても変わった面白い子だねって言われてて、いやそんなことないですよ母って、でも確かに周りを見るとバイトのその学生の子たち
みんな暗くてめっちゃそうシーンみたいな、おはようございますみたいな。 それはだからバイト B の方の私だったね。うん、そうで、あとずっと副店長やと思ってた人が部長やったり、なんかもうめちゃくちゃでさ、そう店長の副店長はもうめっちゃ仲悪くておもろいぐらい仲悪くて、なんか朝礼をするときにで、なんか店長が一人語りなんかしてて、その時の副店長の副店長じゃないわ、でその部長っていうのを後々に気づいたんやけど、部長の人もなんかもう早く終われみたいな、かもうそれがおかしくておかしくてさ、もうちょっとみたいな。そうで、なんかずっと仲悪いなと思ってて、で別のパートの人とかに、ちょっと思ってたんですけど、あの二人って仲悪いですかって聞いて、そしたらそうやねとか言って、なんかな悪い、うんみたいなあやっぱりそうですよねみたいな、とかとね、キャン店長気が悪くないですか入ってさ、1ヶ月とかしかさ、1ヶ月も経ってない人がさ、店長ってみたいなもうとんでもない変なキャラクターのでおって、私その時飲食のバイトやってた時、嫌な客とかいっぱい来て嫌だった覚えがあります。あーでも私のところは嫌な人はおらんかったかな、全然ブーブー言ってこない。うん、なんか美味しかったですとか言ってもらえるとすごい嬉しい。うん、何も作ってへんし料理運んでるだけやけど、ありがとうございますって。ここでもう握手会でのもう会話術、会話力が鍛えられてるから、ありがとうございますっつって、で普通多分ありがとうございます、またお越しくださいみたいなことだけを言うと思うねんけど、食器いっぱいあるから、ありがとうございますっつって、この後どこか行かれるんですかっつって、今日はここへ来たんだよみたいな、あーそうなんですねとか言って、じゃあこの後も楽しんでくださいとか、なんか今日いい一日になるといいですねとか、またぜひお越しくださいみたいなやってた。昔メニュー投げられたことある。どんなところで働いてたのよ、やだ、そんな人もうさよならだよ、できんだよ。レシート避ける客はムカついた。あ、私バイトだからあれだな、レジはやってないけど確かにやだね。いらないですって言ってほしいよね。あ、大丈夫ですとか。え、めっちゃおもろい。私そういう話好き。バイト仲間の中で店長と社員で不倫してる疑惑浮上して、誰も真実に溢れられんかった。あー、さすがに変なキャラでやってた、変なキャラっていうか、あの元気なキャラでやってる私でも多分言われへん。けどみんな、 なんかそっとしておくの中、そっとするっていうか、あちょっと機嫌悪いなって察した時、みんな結構シーンってなるんだけど、その時私は人多いですねとか、大丈夫ですかって言って元気って年上の人にさ、元気って言ったりさ私じゃあお先に失礼します、ファイトっつって帰ったりさ、そんなバカみたいなバイトの人いないよって思いながら、そこで
そこでのポジションを確立させていった。でそしたら釧路さんみたいに明るい人はいないから、すごくなんか場が和むって言ってもらって、もう嬉しくて嬉しくて、もうあそういう振る舞いで、なんかやっぱ一人やねえ、やっぱなんか楽しくないじゃん。どうせやるならさ、ちょっと明るく行った方がいいやん。そう、明るい変な人、そうやたら喋りかけてくる。だって多分普通店長とか副店長にウェイウェイ喋りかけに行く人なんていないと思うの。いないと思う。だってちょっとやっぱさ一歩引くっていうか、まあ、めっちゃ仲いい人らもいるかもしれんけど、もしかして演じてた、うん。でもしんどい演じ方じゃなくて、なんか普通にそのいろんな人がおるから、その人の情報をなんかねでシーンってしてたら楽しくないやん。だから声かけて、今日ないないだよねとか言ったり、久しぶりですとか、なんかそう、握手会の反対をスキルを持ってれば USJ のバイトもすんなりか。いやー、USJ はちょっと私できんかも。カチューシャ可愛いですねーとかいうのはちょっと違う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 、そうじゃないねん。普通に会話したいねん私は、人と。だからなんだろうね、違う、 USJ ではちょっと働けないかも私。結構周りにいたけどね、 USJ でバイトしてんねんみたいな。いやできないよ私は。暑かったり寒かったり極端やん。できひんできひん。質問はバンバンするでしょ、分かんなかったら。そうだね。そうだから、バイト B の時はなんかブチブチ言われた時、はいみたいな、はい分かりましたそうそう。でもう一つの方はその明るいキャラをやってた時はなんかちゃんと、あはいはいはい分かりました、はい英語気をつけます、すいませんとか言ってそうそうそう。そしたら、あちゃんと聞いてくれてるやん偉いって言ってもらって、ふん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 みたいなそうそうそう、っていう時代もね。変なイントネーションでいらっしゃいませんそれは言えない。えでも朝の時とか声出えへんくて、なんか何名様ご来店ですとか、なんか決まってなくて、何名様ご案内しますとか、ご新規様ですとか、いろいろ何パターンかあって、まあ何言ってもいいねんけど、えもうそこ噛むのがめっちゃ恥ずくてさ、みんなよく朝一やのに声出せんなと思って、何名様がしまーすみたいなそう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 、もうめっちゃ恥ずい。その瞬間がお客さんにも聞こえるやん、この人噛んだなって。でみんな何々ご来店ですって言って、でいらっしゃいませって周りも言うのに、私がさずっ噛んだらさ、みんなもこいつ噛んだみたいになるやん。もう恥ずかしい恥ずかしい、本当に。あブンセルトって書いちゃった、消す消す消す。メイドカフェ行けばよかった、やだやだ、もいもい行くみたいなのできないできない。そうじゃないんだ、だからさっきから言ってんじゃん、そうじゃなくて普通に人と喋りたいの。そうだから、その元気なキャラで言ってたおかげで、無事可愛いポジションに、はい
私は着陸しましてそうだから自然と、まあ、ちょっと多少雰囲気悪いっていうか機嫌悪めな時もの店長とか部長、そう副店長やと思ってた部長とかちょっと和ませるみたいな、いい、楽しいですよ。なんか人変えるのって語弊出る、これ語弊になる、いやいいねいいね、頑張れとか言ってさ、そう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 、ファイトーとか言ってね。いがらしちなつ、そうそう、そうなってくると、うう、あ、文字が大変なことになった。電話対応が一番嫌いでした。私電話対応ね、やったことない、あの電話対応するほど長く働いてない、結構働いてなんかいろいろ分かるようになってから電話対応やから、その業務をなんとなく分かるぐらい。え、ゲーセンの時とかめっちゃメモ取ってた、機械だからさ、むずい。うん、けどだから働いてるとこ大体もうなんか業務簡単やったんでおじさんのお相手は朝飯前終わる、ちょっとちょっとそれなんかまださ、言い方ちょっとやめなさいよ、やめなさいよ、ほんとに。そうそう、だからね、なんて言ったらいいんや、機嫌あまりにも悪かったらそっとしとくけど、お客さんが減ってきた頃に明るく声かける。だってイライラしてる時にさ、なあ、あ、でもいいのか、めっちゃ年下やし、客なのにいらっしゃいませって言って店員がやまびこ挨拶したら勝ちという遊びをしてた、めっちゃおもろい、おもろいなそれ、やば言っちゃうかも。あ、でも店員の声も大体覚えてるからそれでわかる気がする。そうそうそう、ゲーセンのぬいぐるみパクったことないですよ、やめてください。そろそろ落ちますんやで、寝るの、もう私のバイトの話飽きた、私バイトの話無限にできるねんけど、例えばお皿を真っ二つに割ったとかあと何も考えずにピンクの靴下履いていって、で靴からちょっとピンクの靴下見えちゃってて、そしたら店長にその靴下はないぞって怒られたでさ、多分もうめっちゃ真面目っていうか、なんか真に受けすぎた人とかは、あ、すいませんみたいな、ごめんなさいみたいな、そしたら私はもう、ああ本当だっつって、なんてこった、ごめんなさいとか言って、やだなーとか言って、恥ずかしいとか言って言って、その方がさ、ね、
その後気まずくなったら嫌やん、その後数時間働くのに。まあ、ちょっと気まずかったけど気分的にはもう靴下見せたくないからさ、目の前痛くないし。でもそのせいでピンクって呼ばれてて、その時その日だけ、ちょっとちょっとっつってやめてくださいよっつって、ほんと次からもう黒履いてきますからってそうそう、ワインコップ一杯ですよ。あ、おいしい。バタヤンさん、バラありがとうございます。バラ畑パチパチパチ、いただきました。でもなんか寝起きの顔やなって言われた時があって、そんなことないですよ、めっちゃ眠くて、まあ確かに眠いですけどねとか言ってって店長に言う、普通言わんやろ。しかも会って1ヶ月とかしかさ、じゃない人に向かってさ、いやーとか言ってだ、その絶妙な、私は思ったの、その絶妙な、うーん、まあ、慣れこすぎないちょうどいい具合をずっとあ、そうだそうだ、で副店長だとずっと思ってた部長にその時なんか新しい風が吹いてきた何言ってんのこいつって思いやばいこいつとか言って何言ってんのこの人と思ってその時はさすがにちょっとこの人大丈夫と思って、はっ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 は、お口が悪くなってきました。ちゃう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 。いやけど一回店長が二十歳っていう現場だの時はさすがにきつかったなんか慣れこい、逆にちょっと適度な距離感でいようよみたいな、なんみたいな思っちゃってやめました、そこはなんかもうしんどい、見てられへん部長と副店長のランクってどんな違うの？え、だから私はだから店長と副店長やと思っててん、にしてはまあ年副店長の方が上やがなって思って、だからなんかちょっと思んなくて、なんか仲悪いんかなみたいな、か昔私が来る前になんかあったんかなと思ってたら、どうやらそのなんか、どういう、だ働いてたらその規模があんまよくわかんないんだけど、なんだろう、そこの大阪のエリアの部長みたいな、そういうことなんかな、わかんないけど、どうやらちょっと偉い人だったらしくて、あ、通りでちょっとなんかその人がいる日は全体的になんか圧を感じてるんやなって思って、だ私それ気づいてないからでもどうしてこの子は部長にそんなに、部長とそんなに話せるんだろうってきっと思われて、それでもいい、それでもいいの、それで雰囲気が良くなってたんだから、場のね大事でしょ。何日で辞めたのそこ、1ヶ月1ヶ月も経ってないかももう嫌すぎて、バイト飛んだろって思ったことはないですね。まあ、帰りたいなと思うことはありますよ、もう今日は行きたくないなって毎回思ってる、毎もうシフト入ってるたび思ってたよ。だって別に
働かないなら働かなくていいし、私全然、うん、好きでやってるわけじゃないし、けどまあね、さすがにその迷惑かけたらいけないっていうその常識はちゃんとあるから、そう、いやそこはね、うん、普通にやってましたよ。けどシフトの日勘違いしてて鬼電来てた時はある。はい、何ですかって家でさのんびりしてたら電話かかってきて、はいとか言って、どうしました、今日バイトだよって言って、すいません今から行きますっつってそうだね、社会勉強じゃない、うん、本当に大事だと思う、人と関わる、人と全く関わらなくてもまあ生きてはいけるけど、その人を人間観察にもなるじゃない、バイトしてるのか、そうしてた時の話をしてる、そうやっぱそう大事やと思ってるな私は。今はそのバイトじゃないけど、これね舞台でね、いろんな舞台出るためにさ毎回同じ人じゃないじゃないで、いろんな演出の人にも会って、いろいろみんな考え方違って、で活動してる場もみんな違って、それぞれ頑張ってるものがあって、うん、だから私は何かとそういうめちゃくちゃ仲良くなりたいわけじゃないけど、うん、ある程度の刺激が欲しいのかなって思ってる、人と関わる上で。だから友達仲良し小良しだけじゃなくて、知ってる人以外のそのコミュニティにいるのも大事かなって思ってる。お、似合うって、ありがとうザッチくん、髪色素敵ねって、そうそうなんだよ、ちょっとこれ前髪上げるために前髪こう落ちてきちゃうから今止めてたんやけど、暗くなりました、茶色みがちょっと消えて、でもなんか台本には書いてないんだけど、原作の方でその冬色の銀貨のお話ので、グレーとベージュの間けど黒髪に見えるような肩に広がるふわりとした髪型っていうね、私の役の紹介というか見た目を表す言葉が、そう、肩にふわりと広がる髪型、そうだから、ま、漆黒じゃないんですよ、真っ黒じゃないのよ。今日は美容院できて、ちゃんと要望を叶えてくださったんです、嬉しかった。だから何の色なんやろな、まあ、黒やけど黒じゃない、なんか多分ベージュとグレーの間ってことはグレージュだと思うんだよね、一応なんかグレージュでとか言ってちょっと調子乗ってグレージュでお願いしますとか言って、まあちょっと私もグレージュとかあんまよくわかんないんですけど、まあ暗すぎずこの今の茶色の赤みというかそれをちょっとなくしてもらってつって、そうそうそう、ちょっとお願いしますつってね。山ちゃんいいね、ありがとう、いいでしょ、そうなの、いいのよ、
で、その美容院担当してるくれてる女の人の髪型が、私がまさに今やりたい髪の毛、髪型だったの。だから、え、ちょっと待ってくださいって、私その髪型に、その髪型のもうちょっと短いバージョンをやりたくてって言って、え、ちょっともう予約取っていいですかって言って予約取った予約しときますねって言って、いつもありがとうございます。なん、チェキって何書いてくれたら嬉しいんかな。なんかお財布とかに入れて、今日も一日頑張ろうって思えるメッセージ。今日も いいことあるさ。目の色と髪の色が合ってる。おお、確かに。黒だけど黒じゃない。何、セリフであったの？黒って200色あんねんで。素敵な一日を。今お財布からお札消えてますが、りなちゃんのチェキあるから最高。イエーイ。あ、お財布に入れといてくれてんの、ありがとう、嬉しい。でもお札消えてんのは大変やな。ちゃんとちゃんとしや。その美容師さんが、じゃあその髪型だったわけじゃないけど、だからそんなに今、うん、だから理想の髪型だったわけよ。これぐらいの長さで外跳ねしてて、シュッてて、あ、そうそうそう、それみたいな。いい、でもいいよね、美容院の人はさ、肯定してくれるもん。あ、似合うと思いますよ。笑顔の種類何個あんの、むずい質問。分からん、その時による。今何時、も私寝た方がいいと思うねんな、切実に。あー、今日は1時まで寝よう。時は過ぎても変わらずに、一人残して雪のままだ、なぜだろうか、目を奪われるような、白銀に焦がれたのは。その理想の髪型リナッチにドンピシャなの、私似合うかってこと？え、絶対似合う。こう巻いて、え、もうなんなら私本当はパーマかけたいんだけど、多分パーマをかけるとパーマが落ちてきた時にちょっとね、見た目が悪くなっちゃうかなと思って、頑張ってまあセットしようかなって。私超ストレートだからね、超ストレートヘアだから、はい、音程外れた、終わり、終わった、もうもうそんな。ててててらた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 
ルル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 ルこの公演が全部終わったらショールームでアカペラで歌うわ、この歌全編。いつその髪型になるの楽しみ。まあ12月になってからですねって言おうと思ったけど12月ですね。時期にやるよ。カット後美容師さんに髪これで大丈夫か聞かれて納得いかないときちゃんと言えるタイプですか。あーそうね、前髪この辺顔周りとかもうちょっと、あもうちょっとここ量多めとかでとかは言ったりするかな。それぐらいかな、一応言う。うん、こんばんは、50完了です、ありがとうございます。ヒロさんありがとう。ポンポンちゃん、流れ星とだるまありがとう、ありがとね。じゃあそろそろ終わりますか。テレレレレレレテレテレレテレレレテレレテレレ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 。うるさいな、私歌ってんね今。久々に見れて楽しかったです、ありがとう来てくれて。うん、寝れんのかな、あと2分じゃない、間違えた、あと2分で終わって、ふぅ。隣の人がベランダ開けた、もしかして。時は過ぎても変わらずに一人残して寝行きのままだ、なぜだろうか。ルルルルルン、にわたずみせつな、かわいいにわたずみせつなです。こんばんは、にわちゃんって呼んでくれると嬉しいな。あ、声でかない、隣の人に聞こえるよ。そんなことないから、絶対そんなことはね。ランキングを読みます、いきます。ホリッチさん、ワッキーさん、あっちくん、コラコラさん、カネシャン、ザッチくん、博多の山さん、ヨシアキくん、マソあマサくん、マソオさん、ヒトヨさん、バタヤンさん、1位がヤマちゃんでした。どうもありがとうございます、お疲れ様でした。明日は長丁場になりそうです、きっとヘトヘトです、頑張ります。セリフ覚えてるかな、あの時もそうだったねえ、知ってるねえ、結局君をここに連れてきてしまったんだけど、あとは貸してあげる。さあどうだったかな、じゃあまたね。ファイト、ザッチくんありがとう、ファイト、みんなもファイト。あ、今日電気つけてなかった、通りで顔色が悪いわけだ、これだね、ほら、あ電気つかないし、おいおいおい、ほら全然色違うじゃん、もうダメじゃん。はい、今日は主に過去のバイトの話でした。明日頑張ります、あと予定が合えば絶対に見に来てください。今回の話去年より好き、見てください、お願いします。ではキルゼ、おやすみ。